中国名で雲里夫イは大の連続殺人者。中国出身の庭師。1958年に逮捕、翌1959年に処刑されるまでの1950年代において、複数の子供を殺害したとされた。一部の文献では、大元代史における最初の連続殺人犯と称された。その死体は、防腐処理を施され、 シリラーと医学博物館に展示されていたことでも知られる。ガイドブックにも掲載され多くの観光客を呼ぶ展示品であったが非人道的だとされ、2019年に展示が取りやめられた後、2020年に仮装された。CWE の来歴の詳細は不明である。対共生局は彼の親族から連絡を受けたことはなく、2020年の時点で無国籍者とみなされている。 ある文献によると、c e w は1927年に中国の諏訪島市で生まれ、日中戦争にも兵士として参加していたという。タイ政府の記録によれば、戦時中に敵に包囲され、物資が不足する中で仲間の兵士の一部を食べるといったカニバリズム行為を行ったという。終戦後にタイへと移住した。1950年代、殺人行為に手を染めるまでは、 c v は下ンとして生計を立てていた。1954年から1958年にかけて彼はタイの複数の子供を殺害し死体を解体して茹でて食べたとされている。バンコク、ナコンパトム、ラヨーンで活動していた c v は1958年にタイ警察に逮捕され殺人を自供した。当局の記録によれば c v は 子供はおびき寄せやすいから標的にしていたと告白している。また、人肉の味を好んでいたことも認めていたとされるが、後には食人行為は否定していた。裁判では死刑判決が下り、1959年に32歳で重殺刑に処された。CWE の遺体は保存され、医学的検査がなされた後に防腐処理が施され、 シリラーと医学博物館に展示された。c w の遺体はガイドブックにも掲載されるなど、博物館の展示品の中でも著名なものであり、地元では悪さをすると c w が来るといった言い伝えも広がった。一般に c w は殺人を自白したとされるが、彼の自白と裁判の妥当性に疑問を呈するものもあった。c w は逮捕が話せなかったために正確な自白では、 なかった可能性があり、裁判でも通訳を使わざるを得なかった事実が指摘されている。また、当時の反中、反移民の世論も判決に影響した可能性がある。人道活動家たちのキャンペーンによって2019年8月に遺体の展示中止が決まり、2020年7月に、対法務省の命令で万国北隣のノンタブリ県にあるワットバンプラーク大寺院にて仮装された。 遺骨は同時が預かるという、ありがとうございます。